はいどうも水ちゃんです。本日はですね大阪市は生野区、コリアンタウンにやってきました。はい、みゆき通り商店街になりますね。今日はねお家で食べるねキムチを、ちょっと買い出しに来ました。キムチをね、買うお店をね紹介しながら今日は行ってみたいと思います。そしたらねこちらの徳山商店さんで、チヂミをね、買っていきたいと思います。あれ美味しそうじゃない。牛すじチヂミ美味しそうやな。チヂミ海鮮ネギチヂミ。じゃああれ行きましょう。はい、それではね次はこちらの、大黒屋さんで、カニのキムチケジャンをね、買いたいと思います。ケジャンください。ケジャン、ヤンのケジャンですかね。はい、あの辛いやつね。辛いやつ。はい、はい、ラッキョウのキムチ。あ、こっちはあのレンコン。ヤンニョムケジャンがキムチダレのカニで、カンジャンケジャンが醤油ダレのカニやね。はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、ありがとう。すごいね、美味しいです。あ、そうですか。もうね、キムチ王やからね、本当に嬉しいです。もう、あ、もう、ま、毎回ここで買うんですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。次はね、こちらの南大川商店さんで、蒸し豚ね、買っていきたいと思います。のところ1000円分と、でうち油じゃない方がいい。うん、油少なめのとこ1500円。はい、最後はねこちらの成田商店さんでね、キムチを買っていきたいと思います。すごい人や、むちゃくちゃ並んでるわ。どうぞ味見してみてください。はい、どうぞ。美味しいですよ。ああ、そうやな。味見してください。美味しいですよ。3点セットでネギとオクラでミョウガで、あと、あ、何ですか、あと白菜500円分。1キロ500円でいこうか。え、1キロ500円。1キロ500円。あ、白菜のカットは、はい、1キロ500円。はい、はい、1500円。はい、いいですよ。3品セットと、はい、2000円。帰って晩酌もするよ。はい、ということで、今回は、生野コリアンタウンと、鶴橋に行ってきました。でね、今日ね買ってきたキムチ、それから蒸し豚をね、紹介していきたいと思います。はい、本日買ってきた食材たちです。結構買いましたよ。一つ一つねちょっとね食べながら、紹介していきたいなと思います。はい、そんなんでね、それではまず乾杯したいと思います。暑かったからね。いただきます。うまい。はい、まずねこちらがオクラのキムチですよ。珍しいですよね、オクラ。こちらね、成田商店さんで3品1000円でね、買わせていただきました。まずこのオクラのキムチいただいてみたいと思います。オクラいただきます。
うん、うん、オクラね、買うときに味見したんやけどやっぱり美味しい、うん、全然辛くないし、オクラの旨味が、うん、オクラシャキシャキ、うん、うん、美味しい。オクラ、夏の野菜でね、これがねちょうどね今旬で、キムチになってねいいじゃないですか。ちょっといただきます。うん、食感がいいよ、うん、うまい。はい、続きましてねこちらがみょうが、みょうがのキムチになります。こんなんも珍しいですよね、初めて食べますわ。いただきます。みょうがのキムチです。いただきます。うん、うん、結構ねこのみょうが酸味が効いてるっていうか酢が効いてるのかな。うん、美味しい。でねこのみょうがの爽やかさと、これはね酒がなんぼでも進んでしまう。うん、みょうがめちゃめちゃ美味しい。あ、たまらん。はい、また続きましてねこちらがネギです。ネギのキムチ美味しそうでしょ。店の人がね今の時期はねネギのキムチを絶対買ってねっていうことでね今回買わせていただいたんですけど、いやネギ大好きなんで、ね、美味しそうですよ。ちょっといただきます。いただきます。うん、聞こえたこの食感。うん、うん、あこれは美味しいわ。うん、ネギ美味しい。買って正解ですわ。これも美味しい。うん、はい、ネギねいただきます。今度はね、葉っぱの方、葉っぱの方っていうのもありやけどちょっと上の方なんかな。いただきます。うん、うん、これも美味しいわ。上の方のネギの上の方のあの青い部分、うん、これもね食感が良くて、若干このネギのねこのピリッとした感じもあって、これは酒に合うこと間違いなし。韓国料理最高。はい、続きましてね大本命のこちら蒸し豚ですよ。蒸し豚、これねほんまこのコラーゲンたっぷりで美味しいんですよ。でこちらのねこのチョジャンにつけて、これがね美味しいですよ。いただきます。うん、うん、うまっ。うん、このねあの蒸し豚なんですけど、あの南大沢商店さんやったかな、あのいつもそこであの蒸し豚買わしてもらうんですけど、ここの蒸し豚ほんまに美味しいんですよ。でねこの、 あの赤いタレねこのチョジャンにつけて食べるのがまたこれチョジャンがまためちゃくちゃうまい。うん、はい、2杯目はね、水、ジンをね飲んでみたいと思います。目は水です。いただきます。なんでも合うよねこの水ってね。
甘くないし飲みやすくて、どんな料理にも和食にも合うし、洋食揚げ物とかにも合うし、これ最高ですよね。うまい。はい、次はですね、こちらがね、海鮮チヂミになります。もうね、卵と上にネギがね、大きいネギが乗っているのがね、これ印象的で、こちらがね、海鮮チヂミ、ちょっといただいていきたいと思います。おいしい。生地がね、もっちもちでね、ごまの香り、ごま油の香りがね、すっごいね、口の中で広がりますよ。もっちもち、生地もちもちやわ、おいしい。さっきのね、海鮮チヂミ、おいしいんやけど、ね、ネギのインパクトが強すぎて海鮮が見当たらないというね、大事故が起きましたね。ネギ焼きみたいな感じでした。次はね、こちらが牛すじのチヂミ、これもね、ちょっといただいていきたいと思います。こちらが王道のチヂミみたいな感じですよね。はい、ちょっといただいていきたいと思います。牛すじかこれ。生地の味は、生地はもちもちしてねえけど、牛すじって言われたら牛すじなんかな、ちょっと微妙やな。まあ、生地の食感を楽しんでくださいということです。はい、続きましてね、こういう準備をしましたよ。次はね、カニをいただきます。こうか、こうやな。カニね、カンジャンケジャンっていうのをね、買ってきたんで、渡りガニの、まあ、キムチです。今回はカンジャンケジャンなんで、キムチ、唐辛子漬けの渡りガニですね。これをちょっといただいていきたいと思います。はい、カンジャンケジャンです。渡りガニのキムチ、いただきます。うまっ、めちゃくちゃうまいわ。やっば。ね、これ辛いねんけど、カニのね、このうまみっていうかな、このカニのうまみがね、最高ですよ。この生のカニなんでね、ぜひこうやってね、しゃぶりついて食べていただきたいですね。めちゃくちゃうまいわ。こんなん酒に合うこと間違えないで、ほんまね、止まらんようになるよこれ。このね、辛いタレ、辛いだけじゃなくてね、このタレにもね、うまみがあって、これね、ほんま酒が進むんですよ。でもどうしようこれ、こうか。やっば、これはうまい、最高です。はい、続きましてね、こちらの、まかない明太子、こちらをね、食べてみたいと思うんですけど、こちらはね、鶴橋の豊田商店でしかね、売ってないんで、ぜひね、豊田商店まで買いに行ってほしいですね。類似品とかあるんでね、ちょっと気をつけていただきたいんですけど、うわ、おいしそう。これわかりますか、これ、こんなんね、酒にも合うやろうし、こんな白ご飯には最高じゃないですか。
ちょっと今回ね、あの酒のあてとしてで、ね、ちょっと食べていきたいと思います。はい、まかない明太子いただきますよ。濃厚そうやね、この色が。うん、あのね、思ってたのとあのちょっと違う方、あのね、明太子の、まあキムチなんやけど、なんか結構思ってたよりごま油が効いてる。でね、うわ、これ酒のあてに抜群やわ。見てください、この大きい切り身も入ってるから。うん、これね、明太子好きな人、うん、キムチ好きな人には抜群ちゃいますかね。うん、これちょび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 やりながら、これはね、酒のおすすめあてですわ。でこのね、あのまかない明太子、あのスパゲティとかね、そういうのにね、あのスパゲティとかあえてもね、美味しいかもしれないですよね。うん、韓国料理ってね、あのほとんど野菜じゃないですか。で、あのヘルシーやし、あの唐辛子使ってるんでね、あのこれまたヘルシーで、お肌にもあのいいし、老廃物を出してくれるし、だからね、韓国人はね、あのお肌が綺麗なんですね。いや、今日はね、あのヘルシーで美味しくいただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではね、みずちゃんの動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またね、次の動画でお会いしましょう。みずちゃんでした。